千です。今日も絵本を読みたいと思います。今日の絵本はね、ちょっと縦長な感じだったので、試しにね、スマホ縦で撮ってみようかなと思います。で、手で持ってるんでブレますが、お許しください。長谷川くん嫌いや。この前なんかひどかったんや。僕ら日曜日にひろみねさんに登ろう言うとったら、長谷川くんが僕も連れてって言うんや。あかんあかん、君下手ってまうで言うたら泣き出しよんねん。よっちゃんがかわいそうや、連れてったろやって言うて、まあしょうがないから連れてったることにしたんや。日曜日の朝から山へ登った。10分も歩かへんうちに長谷川くん真っ青な顔して汗びっしょりなんや。しんどいんか言うて聞いたらへなへなへたってしもた。おかげで僕ら交代で長谷川くんおんぶして登ったんやけど、途中で雨が降ってきてめちゃくちゃやった。僕は長谷川くんが嫌いです。長谷川くんと言ったら面白くないです。何しても下手やし、かっこ悪いです。鼻垂らすし、歯ガタガタやし、手と足ひょろひょろやし、目どこ向いとんかわからへん。幼稚園の時、長谷川くんが来たんや。乳母車に乗せてもろてきたから、みんな赤ちゃんみたいや言うて笑てもうたで。先生が、長谷川くん体弱いから大事にしてあげてね言うた。僕はトンボを取ってあげた。長谷川くん、トンボいらん言うた。なんでや。虫は嫌いや。女みたいやなお前、そない言うたら長谷川くん泣いてしもた。頭にきて泣くな言うて殴ってやったんや。小学校に入ってから長谷川くんはピアノを習い始めたんや。長谷川くんピアノは下手やけど、ピアノ弾いとう時が一番楽しそうや。女みたいやなほんまに。あの子喧嘩しても泣かされてばっかりやから、ピアノで勝つんや言うて習いよんよとおばちゃんが言うた。おばちゃんの言うことをよう分からへんわ。おばちゃんの言うことをよう分からへんわなあおばちゃん。なんで長谷川くんあんなにめちゃくちゃなんや言ったら、おばちゃんはため息をついた。あの子は赤ちゃんの時、ヒ素という毒の入ったミルク飲んだの。それから体壊してしまったのよ。でもあの子元気な方なの。もっとひどい人や死んだ人も量産おってんよ。
おばちゃんの言うことよう分からへんわ。なんでそんなミルク飲ませたんや。おばちゃんの言うこと分からへん。そうやろね。そやけどあの子と仲良してやってね。言うておばちゃんはキャンディーくれたった。そやから山も一緒に連れてったる気になったんやで。長谷川くん嫌いや。せっかく僕ら仲良したりよるの。野球の時もゆるい球投げてもらえようんやで。そやのに三振ばっかりや。全然勝てへんやんか。頭にくるやんか。長谷川くん、もっと早うに走ってみいな。長谷川くん、泣かんときいな。長谷川くん、笑ってみいな。長谷川くん、もっと太りいな。長谷川くん、ご飯ぎょうさん食べようか。長谷川くん、大丈夫か。長谷川くん、長谷川くんと一緒におったら振動ってかなわんわ。長谷川くんなんか嫌いや。大嫌い。ちょっと後書きを読みますね。後書き。昭和30年、森永乳業徳島工場で製造されたドライミルクに含まれていたヒ素によって、西日本中心に2万人以上推定の乳児が体に異常をきたし、125人、昭和32年当時の赤ちゃんが死亡しました。そして現在も政府の認定患者、未認定患者、数多くの人々が苦しみ、そして亡くなっています。私は昭和30年4月兵庫県姫路市に生まれ、母乳が出なかったためこのヒ素ミルクを3缶飲んでいます。母は事件を知り、断腸の思いで母乳に切り替え、現在私は20歳を迎えて健康にありますが、生まれつきの細い体とやはりこの森永抜きに私、今の私は語れません。私は私の幼少の時のこと、貧しい母子家庭に育った旧友の A 君のこと、病弱でしかしのんきないいやつだったけど友達になって間もなく死んでしまった T 君のこと、それから R 君、N 君、それからこの夏学童保育クラブでバイトした時知った子供たちを思い出しながらこの本を書きました。僕は小さい頃、今より弱みそやった。昭和50年10月周平。はい、以上です。ちょっとね、ちょっと重たい内容ですけど、いいんじゃないかなと思うお話でしたので読ませていただきました。はい、またね、好きな絵本を読んでいきます。今日ちょっとカミカミで読み間違いが多かったです。すいませんでした。それじゃあまたね。